公演行くよってやった。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。え、お箸ついてた、嫌なの持ってきちゃった。せいくんさんギフトありがとうございます。やっぱ今日ギフト全部読まれへんかもしれん。おはようございます。ここは広島の千秋楽です。めっちゃさ茶色ないかも、光かな、めっちゃ茶色い、なんか土黄色え、もう最後なんですけど早すぎん？もう最後なんですけど、え、最後なんですけど、最後なんですけど笑ってる、誰かが。うん、アンジュさんのペンライトカラーや。何話そうと思ったっけ。なんか話そうと思った。ペンライトカラー確かに食べてる時にアンジュさん通ったら喉詰まりそう。確かに。さっきな、あのここに急遽おってん二人。で入ってきたら二人おったんやけど、めっちゃ早うにどいてくれた。いいのに優しいですね。おはようございます。あのお豆の解説、やばいやばい可愛いってやつ。あれはいつ送ったっけ。いつかによるな、いつ送ったっけ。
ンジュさんのことなんですけど、アンジュさんの可愛いエピソードがありすぎてどれかわからないです。忘れてはないやで、わざとっていうかなかったん、台がないから書けへんかったもうアンジュさん以外がないもんな。すごくったっけ、めっちゃ可愛かったよね。明日の髪型何にしよう。シオラシイって何。今日もアジさんに会いましたよ。可愛かったです、とても。それはそれは可愛かったです。めっちゃ可愛かった通常だな。黒島もあげてほしいけど、そんな急がないもんですよ。巻き、うん、髪型によるな。巻くかストレートかも迷ってんねんな。めっちゃ私髪の毛あんまりボリュームなあれやから、出すぎたら頭大きく見えるから。昨日の髪型よかった。あ、ん、お話し会、じゃあ握手会、東京か。巻きですね、普通の巻きおろし。ちょっと巻き方がいつもと違うんですよ。うん、割と珍しいのがいい。アンジュさんも見つけやすいのって言ってたし、あいかさんに懐いてるやつ。今日あかなさんにも懐きました。あやみちゃん、あやみちゃんの人くれたの。うん、似顔絵を描きました。アンジュさんに懐くのは厳しい。
あゆみちゃんとの写真、お姉さん感ほんまに、それは良かったです。大人っぽい系の日だったね。足音はなしてないねんけど、癖で見てます。2階席から、え、意外と見えた。今日リハ行ったんやけどめっちゃ見えた。いや、あの照明のおかげかもしれんけど、え、で、やばいやばい、かわいいのもまめはいつ送ったんやったっけ。食べ終わろう。何時終わったっけ。まあできるよな。終わったし。うん。確かに公園じゃないわ、ペンライト行けるかわからんもんな。え、ケンちゃん、え、でもうちは、うん、ペンライトが一番見つけやすいんだけどな。今日は公園です。ね、マージュさんほんまにかわいい。うん、昨日雰囲気違いましたか。え、何、どうからどうなった。うん、サクパンとヤイちゃんに忘れ物多い。そう、 B2、 私は今日が最後です。千秋楽は2日です。
わお私の千秋楽は今日。大人っぽかった？そりゃよかった。コンセプトに合ってますね、ちゃんと。忘れ物多い2人とも。黒島とリサちゃん、リサちゃん、リサちゃん推しか。そっかそっか。え、終わろうかな。もうあれやな。え、もうほんまにアンジュさんの喋りたいことがさ多すぎてさ、どうしようって感じ。めっちゃかわいい。ほんまにかわいい。どうしよう。ほんまにかわいい。え、めっちゃなんか茶色。手も茶色い。でも光かじゃ。探してんのかな。髪も茶色。髪はもともと茶色。ランキング読もうかな。誰が来そうだし。終わります。あのメールな。だからいつかによるねんな。日による。でもアンジュさんが可愛かったことは確か。ランキング読みます。13位 RC さん、ありがとうございます。12位なべちゃんさん、ありがとうございます。1位深夜、あれじゃ11位深夜アットマークノエルさん、ありがとうございます。10位タカさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位マチカネフキタルさん、ありがとうございます。7位ゆめゆめさん、ありがとうございます。6位セイくんさん、ありがとうございます。5位ゆうじゃない、ユンギョンさん、ありがとうございます。4位マイクトラウトさん、ありがとうございます。3位オレオーズさん、ありがとうございます。2位上田和樹さん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。え、今ポストした。え、やんな、ショールーム。びっくりした。今ぽよさんから連絡来た。びっくりした。もう終わり。終わる前か。前は最後の公演です。昨日言ってたこと伝わった。ああ、びっくりした。え、同一人物だな。びっくりした。ありがとうございました。さよなら。リップを塗ってきます。さよなら。マンジュさん可愛かった。もうルームスで書こうかな。書く。バイバイ。書いたっけ。